登場人物。今回のお客様、本日はどうされますか？今日はちょっと挑戦してこんな感じにしたくて、どれですか？流行りのハイライトですね。おしゃれで素敵です。友達が最近この髪型にしてて、ぜひお願いしたいわ。了解いたしました。とは言ったものの、今まで白髪染めをされているお客様だから、うまく染められるかな。でも綺麗なデザインにしてあげたい。アドバイザーに聞いてみよう。ちょっと待っててください。アドバイザー、普段白髪染めをしているお客様にハイライトのデザインを施術したいのですが、何かいい方法はありますか？白髪染めされているお客様へのブリーチは難しいよね。白髪染めされているお客様を想定してブリーチの検証をしてみよう。それでは検証を始めよう。白髪比率 30% の毛束に7レベルのベージュ系の白髪染めで染めておいたよ。この毛束にブリーチを使ってどんな反応があるのかを見てみよう。ブリーチの混合比はブリーチと 6% の2剤を1対2にしてあるよ。今回もファイバープレックスブリーチを使っているからね。毛束が塗り終わったら放置時間は40分置いていくね。放置時間が来たからシャンプーしていくよ。乾かした毛束がこちら。レベルスケールを見ると明るさは11レベルくらいかな。色味は白髪染めの残留色素でオレンジ系になっているね。この結果から今回のお客様には明るいオレンジ系のデザインをおすすめすると良さそうだね。せっかくだからもう一つ検証してみよう。明度の違う白髪染めをされているお客様で考えてみよう。左から順に5レベル、7レベル、9レベルのベージュ系の白髪染めをしている毛束だよ。この毛束にブリーチを使ってどんな反応があるのかを見てみよう。ブリーチの混合比や2剤はさっきの検証と同じ条件にしてみるね。毛束が塗り終わったら放置時間は40分置いていくね。放置時間が来たからシャンプーしていくよ。乾かした毛束がこちら。5レベルの白髪染めをしている毛束はちょっと暗いかな。色味は白髪染めの残留色素で赤寄りのオレンジ系になっているね。9レベルの白髪染めをしている毛束は思ったよりも明るくなりそうだね。色味は白髪染めの残留色素も和らいで黄緑のオレンジ系になっているかな。これで検証は以上だよ。今回のお客様は7レベルのベージュ系の白髪染めだったよね。はい、そうです。そしたらブリーチをするとオレンジ系のデザインになりそうだね。お客様が望まれていたデザインに近いです。それならよかった。担当させていただいたお客様のレシピを覚えていて偉いね。感心感心。今まで使った薬によってハイライトができるお客様とできないお客様がいるから、使った薬はカルテに残しておけるといいね。はい、しっかりとまとめておきます。今日もありがとうございます。早速実践してきます。